どうか皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。顔をじりじり広げていただきますように。ありがとうございます。拍手していただいて嬉しいです。見上げられました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも同じ思いじゃないでしょうか。もう自民党だとか与党だとか立憲民主党だとかいうよりも今の日本に対して危機感を持っている皆さんは鹿児島からぜひとも変えていただかなきゃ皆さんの暮らし良くなりません。そのために私は地元も今選挙大変です。でも川内博さんに何とか戻ってきていただきたい。鹿児島から押し上げていただきたい。そのことを言いに行きました。どうか皆さん具体的に言うとマイナ保険証一本化、これだっていやそれだと困るっていうたくさんの声あるのに自民党さん止めないんですよ。これも私たちちゃんと今の現行の保険証紙の保険証を残していきましょうって法律出してます。そして住む地域によって子どもたちの給食費無償だったり有償だったり、これも国の責任でしょう。もう10年も20年もなんです。ここ 1,2 年の話じゃないんです。なんでこんなに滞ってんですか。そして学費もう世界トップクラス、東大も学費上げました。この学ぶ権利、子どもたちが学ぶ権利、少子化で大変だって言ってるのにこの学費の無償化だって私たち政権にとったら確実に進めますよ。今の自民党が止めてるんですよ。ぜひ政権交代を今実現してですね、その力を川内博士にぜひお渡りいただきますように。私東北の宮城からやってきました。皆さんぜひお力をお貸しください。今のまま黙っていたらもっと悪くなっていく。ぜひ私たち叱咤激励していただきまして育てていただいて皆さんの暮らしのために政治家がちゃんと働く緊張関係を鹿児島博士の一票で皆さん示していただきたいと私参議院議員の石垣典子と申します。本当に僭越でございますが鹿児島に来てお伝えさせていただきました。どうぞどうぞよろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。期日前そして当日もよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。